ただいまより定例の記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事から発言がございます。え皆様こんにちは、えー。まずもってですね、あの安倍元首相のご請求について申し上げたいと思います、えー。安倍元首相の突然の不法に接し、誠に残念に思っております大。大きな衝撃を受けているところです。 この度の銃撃というのはあまりにも卑劣な蛮行であっていかなる理由があったとしても決して許されるものではないというふうに思っております安倍元首相は力強いリーダーシップのもと、経済雇用対策をはじめ諸外国との外交や地方創生新型コロナへの対応などに全力で取り組んでいただきました安倍元首相の異業・異得を称えますとともに 今はただご冥福を心からお祈り申し上げます。それからあの新型次次はあの新型コロナについて申し上げます。全国では新規感染者数が増加傾向に転じております。先週来6つの県で過去最多を更新するなど BA5 への置き換わりの影響などにより。 急激に急速に感染が再拡大しております。まあ,あの過去最多になっている5県というのが例えばの島根鳥取愛媛佐賀大分熊本が挙げられます。本県では新規感染者数が7月の5日から10日まで6日間連続で3桁となっておりまして前の週の同じ曜日を上回っているところです。 また、クラスターも今月六日以降は、連日のように確認をされております。新たな系統である。オミクロン BA－V は、直近の七月八日に公表した。サンプル検査では約十パーセントとなってございますが、今後、さらに置き換わりが進んだ場合、感染者がさらに増加する可能性があります。引き続き警戒,警戒しながら。 臨検などの推移も含め危機感を持って感染状況を注視しているところですこれから3連休や夏休みの時期を迎えます人と接触する機会が多くなることが予想されますので県民の皆様には引き続き熱中症に注意しながら場面や状況に応じた不織布マスクの正しい着用やゼロ密 換気の励行、こまめな手洗いなど基本的な感染防止対策の徹底を改めてお願い申し上げますまた今週末からの3連休ですが旅行や帰省などで県外に出かける方も多いかと思われます県外と往来する際にはですね事前事後に無料の PCR 検査を活用するなど 移らない移さない行動の徹底に努めていただきたいと思っていますえ加えまして感染防止や重症化防止の要であるワクチン接種につきましては3回目の接種が全体で70.6%となり全国第2位でございます引き続き順調に進んでいるところですまた60歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方を対象とする4回目接種も 各市町村で順次始まっておりますいずれも希望される皆様にはできるだけ早く接種を受けていただくようお願いいたしますそれから三つ目ですけれども山の日全国大会についてです第六回山の日全国大会山形2022開催まであと30日となりました 今年の1月から県内各地,のリレー県内各地をリレーした山,椒山の鐘ですね山のと山の日坊が明日12日に県庁に戻ってきます山のとは大会の開幕と閉幕を告げるときに鳴らす鐘でございます山の日坊は次の開催地次期開催地に大会を引き継ぐ,引き継ぐ バトンの役割を担っています、えー。明日から大会開催までこちらにありますカウントダウンボードとともに、えー、県庁一階ロビーに展示をしまし展示をしまして大会本番を迎えることになります。あ、あ、三十日。えー、っともっと上にした方がいいから。はい。<laughs> えー、なお。お 明日の12日の午前10時から県庁ロビーで山椒を設置し鐘を鳴らすデモンストレーションを行いますので取材についてよろしくお願いいたします8月10日の蔵王記念登山そして11日からのオプショナルツアーにつきましてはたくさんのご応募をいただき募集を締め切らせていただきました。ですが11日の 山銀県民ホールでの記念式典トークイベントにつきましてはまだ空きがありますので7月27日まで参加者の募集を行っておりますまた外の広場で開催されるご当地グルメや展示体験コーナーなどを内容とした歓迎フェスティバルは来,来場ご来場が自由でありますので多くの皆様に足を運んでいただきたいと思っております 私からは以上ですそれでは初めに代表者さんからご質問をお願いいたします NHK の金敷ですよろしくお願いいたします、はい、まずですねあの昨日の参議院選挙について伺わせてくださいえっと、えー、昨日の参議院選挙まず全国的には自民党が63議席獲得ということで圧勝という選挙になりましたで、えー、この県内山形県では 現職の国民民主党船山さんが当選ということで決まりました。この選挙結果をですねまず受け止めを伺わせていただきたいのと、と今後ですねあのその当選した船山さんとの連携をどのようにお考えかをまず合わせてお伺いさせてください。はい、わ、えー、かりました。えー、まずもってこの度の参議院議員選挙におきまして山形選挙区で当選された。 船山康生さんに心からお祝いを申し上げます選挙結果についての受け止めというお尋ねでありますけれども県民の皆様のご判断として選,ばれた選出されたというふうに思っておりますまた当選者との連携ということですが県選出国会議員の皆様にはこれまでも県政課題の解決や県政発展のために様々な場面でお力添えをいただいてきております 現在、新型コロナ対策や地域経済の再生、原油・原材料価格高騰への対応、そして地方創生の推進、また防災・減災対策、脱炭素社会の実現や子育て支援の充実などさまざまな課題が山積しております。県選出国会議員の皆様は 県民から選ばれた県民の代表者でありますので、今回当選された船山さんも含め、県民の声、地方の声というのをしっかりと中央に届ける太いパイプ役を担っていただくとともに、さまざまな場面でお力強いいただきながら、連携を密にして、県政発展のために取り組んでいきたいと考えているところでございますありがとうございます。 併せてになりますが、はい、あの知事は7月2日に船山さんの事務所を訪問されて、まあ、激励をされていたと思います。はい、これについてですね、まあ、自民党の関係者からはまあ一部ちょっと反発的なものもちょっと耳にしたもので、まあ、今後のですね自民党との連携についてどのようにお,、えー、お考えかお伺いいいささせてくだは確かに私は7月2日に事務所 訪問しです、ね、あの熟慮を重ねた結果でありますけれども7月2日に事務所を訪問し舟、えー、山さんを激励させていただきました舟、えー、山さんにはこれまでの知事選、まあ、先の知事選でもご支援をいただいておりましたので、えー、これまで一貫してきた恩返しという心情のもと対応させていただいたところでございます一方で私はあの県行政のトップとして 県民の皆様の負託に応えるべく県政運営に当たりましては公正中立の立場でありこれからもその姿勢は揺らぐことはありません自民党との関係や連携ということでありますけれどもこれまでも米沢トンネル箇所の早期事業化に向けて遠藤敏明先生と連携した取り組みなども行ってきているところでございます今後とも県民の皆様の皆 命と暮らしを守るためそして県政発展のためさまざまな場面で協力し合うなどしっかりと連携をしながら県政運営に取り組んでいきたいというふうに思っているところですありがとうございますすみません最初の質問の中でですねちょっと私ちゃんと聞けてなかったかもしれないんですけど、はい、あの全国的に自民党が圧勝になったこの選挙結果というのはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか はいあのもう端的に言えばやはりあの国民の皆さんのご判断というふうにあのう受け止めておりまますすありがとうございます代表質問としてはここまでなんですが NHK から個別に1点だけコロナに関して質問させてくださいはい。 あのコロナ、まあ、先ほど知事もお話ありましたけど、えっと、先週ぐらいまでは2桁ぐらいで落ち着いて、まあ、落ち着いていると言っていいのかあれですが2桁ぐらいだったのが先週の中盤ぐらいからですね3桁になってき、まあ、今日はかろうじて2桁ですがあの知事をこれどういうふうにおかん受け止めているのか。あの他の県ではもう7波に 入りかけているという発言をされている知事さんもいらっしゃいました、はい、で、山形では6波収束したともまだ宣言されていない状況でまた増え始めているという状況なので知事の現在のお考えというか受け止めをお伺わせてくださいはいわかりましたあの全国的には7月に入り新規感染者数が過去最多を更新する件が複数出ております西日本を中心に大きな増加となっているほか 大都市部でも再拡大の傾向が見られます本県では感染者数が3桁の日が7月5日から10日まで6日間続いたわけでありますが続きましたそれから感染力が BA2 の1.2倍程度強いと言われているオミクロン BA5 への置き換わりが 今後も進むことも予想されますさらなる感染拡大が懸念されるところでございます本件がいわゆる第7波に入ったか否かにつきましてそれにつきましてはですね医療専門家の先生方にもお聞きをしたところでありますそうしましたらばまずですね第7波と捉えるには感染者数が顕著な上昇傾向に転じていることが必要だが 現時点では断言できないといったご意見や第6波が再び拡大しているとも言えるので現時点では明確に第7波到来と判断することは難しいといったご意見を頂戴しているところでございます。そうしししたこととから私としましては 今後の新規感染者数の動きそして BA5 への置き換わり状況を中止していく必要があると考えておりますいずれにしましても最大限の警戒をしながら引き続き感染防止そして経済回復この2つの両立にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます 他に記者の皆様からご質問がありましたらお願いいたします。はい、では共同通信さんお願いいたします。共同通信坂口です。どうぞなります。えっ、ー、とすみません。 今朝,今朝というか午前中ですね、山形市長の方からです、ね、関連の川崎町の風力発電について、はい、要望、意見書が提出されたと思います。えっ、ー、と、まあ、反対という形の意見書だったと思うんですけれども、知事、その受け止めをです、ね、率直に、えー、とあのとにもちょっと,述べ,られてと述べられてたと思いますが、もう一度お願いできますでしょうか。ははいいかりました 今、記者さんがおっしゃったようにです、ねえー、本日の午前中に山形市長さんが見えられまして、えー、ご意見をおっしゃって、えーまあ、置いていかれましたで、えー。関西電力が宮城県川崎町において計画している風力発電事業につきまして、えー、本日、山形市の佐藤市長から環境影響評価法 評価法に基づく計画段階環境配慮書に対するご意見を頂戴しました一方専門家からのご意見としまして山形県観光環境影響評価審査会からのご意見を6日付で受けておりますこれから山形市長さんや専門家からのご意見を踏まえ今後私からの意見を 関西電力にに伝ええたいというふうに考えているととう考てるころです、えー、あの山形市長さんのご意見に対する受け止めということですけれども山形市内でも蔵王温泉の関係者を中,中心に本県を代表する観光地であります蔵王の景観への影響を心配する声が相当あったと承知をしておりますので 佐藤市長としてもこうした地元からのご意見というものを十分に踏まえて意見書をまとめられたものというふうに思いました私としましても佐藤市長さんから市民の代表である佐藤市長さんからお聞きしたご意見そして専門家からのご意見を踏まえて県としての意見を伝えていきたいというふうに思っています内容としてはそうですねあの 蔵ああ王というところは、まあ、歴史そして信仰のお山でもあって歴史性もあの歴史もあるというそういう場所であってなおかつ山形県内の一大観光地代表する観光地であるということであります。本当に大切な観観光光地であり座王の観光を の影響っていうのはもう本当にあのたくさんの多くの業界のたくさんの方々に、えー、響くものであります。まあ座王の観光で成り上がをまあ,あの続けている方々がたくさんおられますので、えー、本当に重要なところだなというふうに私も常々あの以前からそういうふうに考えてきました。 ですから、あの地元のご意見、しっかりと受け止めて、えー、県としての意見を申し述べていきたいというふうに思っていますこれ、先日あの、えー、今月の下旬でしたかね、ごろ、はい、にあの最終的に意見取り,取りまとめたいって確かおっしゃっていたような気がしたんですけど、そのスケジュール感に変わりはないでしょうか。 え、あのスケジュール感は変わって、えー、変わったとは聞いておりませんので、そのスケジュールだと思います。わかりました。えっ、ー、と。えー、すみません。えっと、先ほどの、ちょっと、あの、参院選の件ですみません。えっと、一点伺いたいと思います。はい、えっと、この。 今までのこう自民党との連携という面でですねあの不信されてきた面があると思うんですけれどもあのかなりこう陣営の方々はあの知事からのご支援ということをかなり強調されて、まあ、やっぱりちょっと化あのまだ先鋭化してしまったのかなというふうに思ったりはするんですけれども知事自身はその点については。 どのようにこうお考えていらっしゃるのか、なんかこう、対立が深まったというふうに、ちょっと肌感覚で感じらしてらっしゃるのか、その辺率直に伺いますでしょうかえっとあのそうですね、私もあの、うん、本当に熟慮に熟慮を重ねたところでありまして、それで、まあ、あのやはりでもあの恩返しというものはあ、一度はしなければというような思いで、あの事務所訪問をさせていただきました。 えーまあ、それをもってですねあの、えーまあ、どういうふうにあの受け止められたのか本当にあの心配なところではありますけれどもただやはりあの恩返しという行動はあ、まあ、取らざるを得なかったといいますかそれは私のこれまでの信条のでありますので、えー、本当にあの 今は本当に昨日の今日でありますので、えーまあ、あのご理解くださいというてもいろいろな方がいらっしゃるかもしれませんけれどもおでもあのお、まあ、なんとかご理解をいただきたいなというふうに思っているところです。冒頭に えとお話しされたあの安倍元総理が、えー、と銃撃された件なんですけれども、はい、え今回、この警備についていろいろ日本の警備のあり方についていろいろ意見が今、戦わされていると思うんですけれども、はいえー、なかなかこう、えー、とたくさんの方に触れ合いたいというあの政治家の方々の思いと、えー、この警備する上ではそれはかなりリスクであるというそこの難しいある意味こう反する、忍術拝反するようなもの問題があると思うんですけれども、えー、知事は まさに政治家としてです、ね、あの有権者との,あの意見を聞くことにかなり注力されてきたと思いますがその難しさみたいなところ何か思われるところがありましたら教えてくださいそうですねあのまさにあの選挙期間中の,その、まあ、遊説の最中に背後からというようなことで本当に卑劣な行為だなと。 りりを感じているところでありますただそのやはり警,警備というのは非常に、えー、これから大きなポイントになっていくのではないかなというふうにも思ったところですやはりあの政治家というのはその有権者の皆様との信頼関係の中で遊説というようなこともあのなさるするというふうに 思いますので。あの、たくさんの方が集まった中でですね。あの。もう全方位をその、えーまあ、制限するというようなことは、それはなかなか難しいと思います。ですが、やはり今回は背後からというのは本当にあの。今日疲れたと言いますか？その 配合というのはやはりしっかり守っていただいた方がいいだろうなと思っております。これからの警備ということではやはりこういうことが起こらないようにあの未然にその暴挙未然に防げるようなことをですね、しっかりあの実施していただきたいと思いますし、また。 どうしてこのような犯行に及んだかというようなことも少しずつ解明されてきているようでありますけれどもしっかりと解明をしていただいて今後そういったことが起こらないようなやはりさまざまなその社会環境整備ということをですね行うべきだと行っていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思います。やっぱりあの アメリカでの銃乱射事件ですとかあとウクライナ侵攻ですとかいろんなことを北朝鮮のミサイル発射であったりいろんなことが起きてよその国の蛮行だというふうに見ていたわけなんですけれども我が国で自分の国でこういうことが起きたっていうのは本当にあのショックを受けましたもう全国民の皆さんが大きなショックを衝撃を受けたのではないかなと。 いう,ふうに思っています本当に民主主義国家というものがです、ね、大切なものでありますのでこういった暴挙を未然に防ぐというようなことについてやはりしっかり検証して今後に備えていくべきだというふうに思っているところです。 その上でそで二項配判するような話であの警備をやっぱりこういう事件を受けてどうしてもやっぱりこうふれあいというものを有権者とのふれあいというものを制限せざるを得ないというふうにお考えなのかそれともやっぱりこう有権者を信頼してあのこれまで全くこれまでとはいかないとは思いますけれども、はい、あのやっぱりふれあいの方うを大事にされるべきかその辺のなんか知事のご意見としてはありますかそうででですすねやっぱりり私はその現場主義でありますので その県民の皆様、有権者の皆様、県民の皆様とのその触れ合いというのはそれは原点だと思っています。それをなくすことはできないと思います。やっぱり触れ合うことで、えー、様々なお声をお聞きし、えー、そしてそれを反映させる対話をするというのはもうずっと最初からもう当初から。 大切なあの基本姿勢として。これまでも投資してきましたので。それをやっぱりなくすことはできないなという思いであります。ですから、その警備というのでしょうか。まあ、信頼関係を持って政治家は、あの。市民の皆さんと触れ合うということ、それら使命だと思っておりますので。その暴挙が起こらないような。 システムというのでしょうか、環境というのでしょうか、そういったことをしっかりとですね、あの確立していていただきたいなというふうに思っています。では山形新聞さんお願いいたします。すみません山形新聞の田中です。 えまず代表質問に関連して参議院選挙のことを教えていただければと思います。はい、えまああのルール質問とあのお答えがありましたけれども、7月2日という日にちをですね選ばれて恩返しという方法であの事務所を訪問されたとこの日にちと激励のあり方方法ですね、これを選択されたというあのお気持ちをまずはお聞かせいただければと思います。 そうですねあのずっとあの、まあ、お返しは1回をしなければという思いがあったので、まあ、あのどういうふうな形で、えー、い,あのいつ何をするかというようなことはあの熟慮を重ねてきました<お>そしてやはり自分のさまざまなその公務であるとかいろんなことを考えまたあの相手もあることでありますので あの相手の日程というようなこともですね。ちょっとあの聞いたりしてもらいながら。そしてその日にちになったんだというふうに記憶をしております。まあ、あの、やはり一回は恩返しをしなければというような思いで参りました。はい。ありがとうございます。で、あの、昨日投開票が行われて。 あの船山雅生さんが三度目の当選を果たされたわけですけれども、はい、知事がえ応援していると言った方のあの当選に際してですね、何かあの船山さんとお話になったりしたことっていうのはございますか、祝意を伝えられたですとか、あ、あのご本人と私のその選挙の後でですね、はい、あの実は今日ですね午前中の お昼に近い時間にあの、えー、ご挨拶に見えられましたあのそこであの祝意を伝えたところでありますそしてあの県民の皆さんの声をですねあのしっかりと国会にまあ中央に届けて届けますというふうにあの張り切っておられましたので私からはあのご活躍くださいと。 こういうふうに申し上げましたえということであります。ありがとうございます。えー、さらにあのまあ、あの自民党との、えー、関係ですね。あの二、はい、月定例会でもあの知事の提案理由の説明の中にですとか、あの自民党の県選出国会議員の方との連携、県政課題に向けた連携のあの言及などもありました。今後あのまあ選挙はあのどうしてもあの敵味方に分かれたりするものではありますけれども。 あの、まあ、知事もよくおっしゃられているノーサイドという言葉もあります。え今後、憲政課題に向けてですね、はい、あの、県選出国会議員。まあ、とりわけ、あの、自民党政権与党ですね。と、どのように、こう、憲政課題に向けて、あの、連携協力を図っていかれるお考えなのかを教えてください。はい。あの、本当に、あの、県政にはさまざまな課題があります。まあ、一つ一つ申し上げることはできませんけれども。県選出の。 国会議員の先生方、与党の先生方とのですね連携は、本当に重要であるというふうに思っております、これまでも何か要望に行く時でありましたり、それから米沢トンネル箇所についてでありましたり、さまざまなそうですねご協力をお願いしたりもしてまいりました。 これからもです、ね、この選挙を乗り越えてやはり県民の幸せ、県政の発展というところではもう目指すところは全く同じだというふうに思っておりますのでしっかりそこのところのためにです、ね、一致、協力をしてもう全力で県政に邁進していきたい。 そのためにあのご協力をこれからもお願いしていきたいというふうに思っているところですありがとうございます、えー、その選挙であの山形県の投票率っていうのが61.88%ということになりました3年前の、えー、2019年に比べて1.13ポイントプラスになったわけですけれども、はい、この投票率について、えー、知事まずは何か 前回でも上がったということに関してもしくはあのちょっと私もちょっとまだ定かでないんですけど、まあ総務省が52.05%全国の数字出していますけれども、はい、その投票率について知事の見解、お考えを教えていただければと思います、はい、分かりました、あの本当にあの県,民の皆さん県民の皆さんがです、ね、しっかり投票行動を取ってくださったなと思っています。 今,今般の参議院議員選挙における山形県選挙区の投票率は今記者さんおっしゃったけれども61.87%となりました、まあ、前回令和元年と比べて1.13ポイント上昇してございますこの結果国政選挙では平成29年の衆議院議員選挙以降4回連続で全国第1位となりました えー、ちなみにですね山形県が第1位ですで第2位は長野県の57.70%第3位がなんと東京都56.55%ト。昨日急激にあの投票率上がったそうであります、えー、今回の選挙にあたりましては県市町村の選挙管理委員会や山形県明るい選挙推進協議会が中心となって 家族ぐるみの投票や子連れ投票を呼びかけてきましたその他、県内の高校や大学の協力もいただきながら若い方の投票率向上にも取り組んできたものと承知をしておりますまた、期日前投票所につきましても大学や商業施設等を含む過去最多の66カ所に設置されました 利便性が向上したということになりますそれで全有権者の約4分の1 24.0%にあたる21万5854人があの利用されたということであります選挙というのは有権者が政治に参加する重要な機会でありますまさに民主主義の根幹でありますので今後の選挙におきましても 有権者の皆様お一人お一人が選挙は自分の未来を決めるものという意識を持って大事な一票をしっかりと行使していただきたいというふうに思っているところです。ありがとうございます。まあすみませんあの四回連続国政で山形が一位だということはちょっと今知事からお話しいただきましたけれども、はい、知事あの以前あのその全国一位続けている理由についてですね、はい、山形県民のその真面目さ堅実性みたいなものが 背景にああるんではなないいかううようなお話もありました、はい、改めて国政選挙で4回連続投票率全国トップになったとこの背景にあのどのようにこうあのお考え推察されますかその要因というものはいまずはやはりあの山形県民の皆さんの誠実さといいますかその真面目さ近現実直と言われておりますけれどもそれがあの投票率となって 現れてていいいいるるのででははないかなかととう,うに私は考えているところでありますまた選挙管理委員会とかですねあと高校や大学そういったところでも投票行動をしっかり取りやすいようにといいますか意識啓発というようなことにもしっかり取り組んでくださったのかなというふうに思っております。 やはりあの一人、お一人、お一人の,その権利をしっかり行使する、そして自分の考えをですね政治、社会に反映させるということは本当に大事な行動でありますので、今後も県民の皆様にはしっかりと投票行動を取っていただければなと思っています。まずももっっってて今回もしっかりと投票行動を取っていただき県民の皆様に あの感謝を申し上げたいと思います。大変ありがとうございました。ありがとうございます。最後に1点、あの宮城県川崎町の風力発電施設になります。あの、はい、先ほどもありました。あの今日の午前中、山形市長がですね。はい、あの知事にあの山形市としての意見を述べられました。 その際あの最後、知事が明確にはあのお答えにはなっていないけどしっかりと足並みを揃えていることになると思うと最後にお,お話になられました <laughs>、うん、そのメッセージというのはやっぱり山形市の考えをやっぱり最大限尊重してあの県としての,あの意見をあの事業者に伝えていくということになるということでよろしいんでしいででょうかそうかそすねちょっと一言前のめりになったかなと思っておりますけれども。 でも本当にやはり地元の皆様の思いそして考えまたその状況ということに対するですねなんてうでしょうか分析でありましたりそういったことはしっかり尊重しなければならないというふうに思っております。ですから山形市民の代表である山形市長さんが今日ご意見を お持ちくださいましたので、えー、あとあとはあの専門家の皆様のご意見も合わせて、えー、しっかりとそれを踏まえて検討して関西電力にお伝えしていきたいというふうに思っています。他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では内容ですので。 以上をもちまして、定例の記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。